皆さん、こんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法 Will、 今回はこの練習問題をやっていきます。この Will というのは、何々するつもり、何々するでしょう、何々になるでしょうという意味で、未来を表すときに使う単語で、主語 Will、そして動詞の原型、このようになりましたね。また疑問文では Will が主語の前に出ました。否定文は Will の後ろに Not を入れて作りましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本語の意味に合うように英文を完成させましょう。こういう問題です。括弧1、私は明日勉強するために図書館に行くつもりです。こういう日本語に合うように英文を作ります。最初に話したように、主語、will、動詞の原型でしたから、I will 図書館に行くつもりなので、I will go to the library。ここになんか、スタディの前になんか入るんですね。勉強するために。こういう時には、不定詞を使いましたから、to study、ね。このように、スタディの部分を不定詞の形にしてあげます。で、tomorrow。I will go to the library to study tomorrow。I will go to the library to study tomorrow。これで完成しました。2番です。あなたは放課後野球をするつもりですか？これは質問の文章ですね。質問の文章は will を主語の前に出しました。ここでは主語は you ですから、you の前に will が来ますね。will you play baseball?で、放課後、after school。こうなります。Will you play baseball after school?、ね、これで英文が完成です。カッコ3、ケイコは今日部屋を掃除するつもりです。主語はケイコですね。主語プラス、will プラス動詞の原型でしたから、Keiko will clean her room today. Keiko will clean her room today. これで英文が完成しました。では、四角の2番です。次の英文、括弧1を疑問文に、括弧2を否定文にしましょう。これ問題ですね。疑問文は will を主語の前に置きました。否定文は will の後ろに not を入れればよかったんですね。括弧1、 It will be sunny tomorrow. It will be sunny tomorrow. 明日晴れるでしょうと will を使っているので、もうきっと晴れる、絶対晴れるんだよという気持ちが入っているんでしたね。これを疑問文にするとき、この will を主語 it の前に出して、 will it be sunny tomorrow? Will it be sunny tomorrow? Will it be sunny tomorrow? これで疑問文完成ですね。括弧2番、これ否定文ですね。Ken will visit Hamanako next Sunday. Ken will visit Hamanako next Sunday. Ken は次の日曜日に Hamanako を訪問するつもりです。これ否定文にするときには、Will の後ろに Not を入れたんですね。Ken will not visit
浜名湖。Next Sunday.今日はなんとビジット浜名湖ネクストサンデー。今日は次の日曜日に浜名湖に行くつもりはありません。ね、こういう英文になりますね。もちろん、will not の部分ね、will not の部分。短くして、won't、ね。これを使ってもいいんですね。今回は、will を使った文、この練習問題をやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。